はい皆さん、毎度毎度。昨夜定例会でね、白髪の方に強めのパーマをかけたいのかなで、安価なパーマ液を探したい。ここでね、安価ってつけるとね、もうね、探すのがきりなくなるんだよ。なぜかっつったら安くていいものはないの。お客様もね、安くていい店ないかつっつんでね、あっちのパーマやこっちのパーマやね。 で、徘徊するわけよ。徘徊ではないね。ジプシー、パーマやジプシー。その原因はやっぱり安くていいとこ探すんだけど、安くていい店なんか結局ないんだよね。いや、逆に高くていいものあるかって言ったら高くて変なものもあるけどね、実際ね。で、白髪に強めにかけるってね、ちょっと気になったのがね、白髪の人、うちも前一人いたんだけど、テストカールでかかってんだけど、 2液つけて、うん、ロット外してかかってんだよ、その時点で。で、プレシャンして戻ってくると、なんか緩いんだよ。これに関してはね、2液の不良、2液5回ぐらいかければいいんじゃないで、保持時間も25分ぐらい置いちゃえばいいんじゃない ?25 分は置きすぎか。まあ、20分もね、置いときゃいいんじゃないまあ、でもそういうことが、うちの動画見てる人だったらそういうことはないと思うんだよね。 僕ら単純にパーマイキーね、強いの求めてんだったら、もう暴力的な強さつったら、ロレアルね、プレミアムのチオ一撃だけ取ればいいんじゃないいくらもしないよ、こんなパーマイキー。確かにね、ブローしにくいよね。パンチパーマー系にかかるからね。で、昨日も話したけどね、このロレアルプレミアムのチオがね、なんでこんな暴力的に強いのかつったらね、世界のロレアルだからね、日本の人の紙質だけじゃなくて、中国人、韓国人の方もね、 視野に入れた、このパーマ液とにかく向こうの人の毛っていうのはなんかかかりにくい毛取りやすい毛なのか正確に言ったらね。そういう人に対応すると、やっぱりこのぐらいの強さが必要なんだろうと。まあ自分なりにね、納得してんだけどね。やっぱりブローするような人だったらね、ロリアル・ドゥルシア・アドバンスの F-2 っていう千代だね。まあこれも、まあ、いくらもしないんじゃない、まあ、どこのメーカーの取ったってね、どんぐりの性比べだよね。 安いパーマイキあるって言えばあるかもしんないけどね。まあ、落ち着いて考えるとね、本当にいくらでもないんだよ。だ好きなパーマイキブランド品買っとくのが無難。あの安くていいものをね、探そうと思うとね、永遠にないんだよね。で安物買いの銭を失い。 こういうこともあるしね。まあ、高いの買ったからって自分に合わない場合もあるからね。これちょっと難しいけどね。でもロレアルのプレミア使ったんかな一番強い一応それ使って、ちょっと強すぎるとかなんとかあったんじゃ、うん、やっぱり他買えるようだよね。ミルボンのプレジューブの中央でも買う安いかねあれもね。<laughs> 一駅だけだったらね。 うちもね、あんまりパーマ駅ね、世間の使ってないからね。昔使ったのったって昔と今はもう違うからね。ロングアップも使ったけども、また、あ、分普通のパーマ駅だったと思ったよ。はい、お疲れ様でした。